ダンディライオン騎士ジン、入隊させていただきたい。これから先、私の栄誉と忠誠はあなたと共にある。一日の刑は早朝にあり、今日も頑張ろう。よし、今から任務を始めよう。どうやらコーヒーに耐性がついたようだな。他の代替品があればいいのだが、リサに聞いてみよう。今日の訓練はここまでにしよう。よくやった。ご苦労様。行動するのだ。ここに留まっているわけにはいかない。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。行こう。次の目的地へ。雨が降ろうと私の行く手を遮ることはできぬ。こういう天気こそ行動に適しているのだ。雪だ。ブーツの手入れを念入りにな。気持ちのいい天気だ。聞くところではあの日も珍しく強い風が吹いていたらしい。今日は人々を守るためとはいえ、5つの遺跡守衛を叩き切って八つ咲きにしてしまった。ああ、私はまだ自分を磨き続けなければいけない。あれは貴重な文化遺産なので、今度は素手で倒してみるべきだ。全力で君を助けよう。もちろん君の進む道が正義からかけ離れた時、私は迷わず指摘させてもらう。この剣に誓おう。必ず勝利を君に捧げると。任務は勝手に終わるものではない。だが適度な息抜きも悪くはない。今日は特別に数分の昼休みを取ろう。モンドを守る、それはグンヒルド家の家訓だ。神の目を使うたびに、私は母上様、そしてモンドの人々の期待を思い出す。モンドのため、自由のために戦うことに私はためらったりしない。セピロス騎士団を代表して、君がモンドのためにしてくれた全てのことに感謝する。どうか無理をせず適度に。急に笑い出してどうしたのだ？私が何かおかしなことを言ったか？タンポポ、タンポポ。風と共に遠くへ行くがいい。タンポポは風に乗って天空の島まで行けるのかもしれないな。バーバラはとても頑張っている。ただ、時々無理しすぎだ。ん？どうしてそんなによく知っているかって？セピロス教会も騎士団の管轄だからだ。リサ、彼女がいれば何かと安心だ。アンバーはこのところ着実に成長している。いつの日か彼女の功績も吟遊詩人によって歌われるといいのだが。そうか、ガイアも君にアドバイスをしたのか。彼は優れたセピロス騎士、それは間違いない。遊ぶことが子供の仕事というが、クレイが気に入るおもちゃは危険なものばかりだ。なかなかに安心できない。天才という言葉はアルベドのような人のためにあるのかもしれない。ファルカ大団長、彼はセピロス騎士団の生きた伝説だ。彼が帰ってきたら話を聞いてみるといい。きっと勉強になると思う。ノエル。ああ、あのセピロス騎士になりたがっている少女のことか。彼女の心にはまだ迷いがある。今の彼女が外の危険に触れるのはまだ早いかもしれないな。ロサリアさんはいつも面倒をと口にするが、実はかなり頼りになる存在だ。この前彼女に面倒なら私も手伝うがと言ったら、そっちのがもっと面倒よと言われた。うん、やはり私もまだまだだな。
ディルック先輩の騎士団への態度には理由がある。申し訳ないと感じつつも結果は変えられない。私の努力で少しでも騎士団を見直してくれたらいいのだが、はあ、これは私がなすべき責務だ。ディルックは尊敬に値する先輩だ。選んだ道は違うが、モンドを守りたいという気持ちはちゃんと伝わってくる。錬金術師として彼女も優れた才能の持ち主だ。それにアルベドがついているから心配はないと思う。ただ、いや、何でもない。自分の世界に入り込むのは悪いことではないはずだ。私の肩にはセピロス騎士団の信頼、そしてモンドの民の期待がかかっている。だから気を緩めるわけにはいかないのだ。バネッサのダンディライオン騎士の名は現在にまで受け継がれている。かつて数々の偉大な騎士たちがこの栄誉を授けられてきた。私がこの名を汚すわけにはいかぬのだ。だから決して気を緩めてはいけない。人々を守るための盾と剣にならなくては。伝説の物語にしろ歴史書にしろ、偉大な騎士はその功績しか記されていない。彼らは一度も道を見失わなかったというのか。風よ、我が進むべき道を示してくれ。仕事に全力を尽くすとき、悩みも時間も忘れてしまう。そんなとき、ファルカ大団長はこう言った。君はこういうことに最もふさわしい人だ、と。君と行動を共にして、進むべき道がこれ以上なくはっきりした。まるで、ついに頼れる人が見つかったようだ。これは一体…いや、きっとまだ私の努力が足りないのだ。絶対に気を緩めてはならない。セピロス騎士団とモンドの期待に背くわけにはいかないのだから。だが、ありがとう。君とは書物に記されている英雄たちの伝記について語り合えるかもしれないな。カーン・ルイア英雄王の物語を聞いたことは？もし何か不思議な薬があって、それを飲んだら寝なくても済むとしたら、うん。明日リサに聞いてみるか。キャッツテールのピザ。長いこと食べてないな。団長室まで出前をしてくれればいいのに。優れた騎士は好き嫌いなどしないのだ。よし、次の目標まで一気に行くぞ。風が止まない限り私は足を止めたりしない。一時的に平静を取り戻したとしても油断は禁物だ。代理団長として万が一に備えて万全に準備しておくべきだ。